Episode 4, the unedited version will be up on Patreon, and early videos will be on Patreon, and YouTube membership. Let's go! この店を気に入ったってわけですかい。何、ここの酒でまだ試してないものがあったんでな。酒。それにこの間は商談のことでお山話もできなかったからな。これはありがてえ。足みたいな駆け出しにとっちゃ、そいつは何よりのごちそうです。おお、full on feast。どの地方を通ってきたんだ？なんです。北の大炎。Who is that guy？ あの辺りも物騒になりますからね。Suspicious？ またな。バイバイ。セーレンという男は確認しました。うちの人間を使って奴のことを探ってみます。お願いします。これでロレン様のお話の裏に触れられたようですが、しかし驚きましたよ。昨日、最初は半信半疑でしたが、So he asked him for help。詐欺ではなさそうだ。複数の商人相手に銀、その銀貨の価値は下がってしまう。そこで慌てて騙そうとする商人たちから銀貨を一斉に儲けを出すというからくりですな。おお。裏側にいる黒幕の儲けは莫大なものになるでしょう。損をした商人たちは自ら、黒幕たちは誰にも知られぬまま大量の銀貨を手元に集めることができる。Interesting。集めた銀貨の使い道もまた実に興味深い。I think just want to be rich, no? ありがとうございます。天の毛皮の香りのように。Does he know that he got scammed? しかし間に合うかよ。主の予想が当たっていても、ミローネ商会が素早く動けんと儲けをしているミローネ商会なら、木を見る速さも一流のはずだ。どうした？ちょっと、ことを思い出してな。The past? 俺を見てか？What happened? 今の主のようにやっとってはそれに明るくてな。Oh, seems like good memories. 見ても少しも驚かん。変といえば変じゃったが、いいやつじゃった。Strange but nice. パスレ村のやつか。お前に麦の一線を引かずにワッチと親しくしてくれた。Oh. 初めての友人。First friend. 本当に間抜けだな。Oh, good memories.She seems so happy. Falling asleep with a smile. Just go to sleep. Important. I have a feeling it's actually really important, and they're gonna regret not remembering.What a cutie! Good night! Sweet dreams! Suhaito to Moshimas. Branch manager? Ukesase te itadakimas. Sumari. Oh! Zeren no Haigo Kanke got Skameta to you. Kano Ushironiwa, Medio Shokai got Suitemas. Medio trading. No Sakavits no Torishiki de Patio Zuichi. Umpayo no Sempakmo Kanari no Monodesna. Kara Dakadewa, Lorenzan.おそらくその背後に貴族が控えているはずです。お、ノーバル。特定には至っておりませんが、ご指摘通り先手を打てば、だ。分け前の話に入りましょう。シェアーズ。今日は人生最高の日だ。I think it went well. トレニー銀貨が20万。200,000? 20万は動くかもしれん。所取り分はその5分だ。お、50%! 2000枚それだけあれば、俺も町に店を構えることができる。まあ、うまくいって。二日酔いなら宿で寝てろと言ったろう。主でいいように丸め込まれないか心配でな。どういう意味だ？そのまんまの意味。Overprotective。ほら。But thank you。宿はすぐ。Hold my hand。Dream shop. よく寝たおかげで酔いも覚めた。なかなかうまいな。決まった街じゃない。俺の理想の街の理想の店だ。Ideal store, ideal town. 自分の夢の夢だからな。俺も例外じゃない。うまくいけば、その夢は現実になる。Yay!
つことが良いことかよ。行商人は町から町へぐるぐる回り続けないと荷馬車の上にいる。そんな生活だから友人もろくにできない。せいぜい取引先の知り合いだけだ。心の知れた友人もできるし、嫁探しも楽になる。Oh, finding a wife. そうだ。Oh. ヤレイにも教えてやらないとな。やつならきっと喜んでくれる。わっちはちょっと困りんす。Don't leave me. 店を持てば、主はそこから出なくなるじゃろ。新たな連れを見つけねばならん。Oh, she wants to travel. 天の毛皮で稼いだけでも困らないだろう。But I will be lonely. Right? I don't want to be alone. まあ、お前が北に帰るまで。そう。彼が入ってきても、それですぐに店が持てるわけじゃないじゃん。嘘をついてどうするんだ。そう。なんだ。だからそんな顔するな。I still have some time to spend with you. Not yet. Oh, she looks so sad. Please don't leave me. Is he gonna go for a hug? Lonely dream. That's so sad. I know that feeling. I hate being alone too.顔中ベタベタじゃないか。ちょっと待ってろ。Oh, cutie. Wait. Is he using that? 財布を捨ててるんだ。それじゃない。What? 財布にも程がある。That's a bit sad. He's so nice. そろそろ寝るかな。ろうそく。考えじゃ。Good night. Ouch! clumsy. Oh, sneaky. どういう意味？主に言おうとしてた大事なことを思い出した。おお。大きな儲け話にくちばしを挟もうというんじゃ。アサシンズ？警戒するじゃろう。扉の外に3人。おお。まともな客ではありんせん。まさか。心の準備は良いかや。エスケープ。わっちのこの体、月明かりの下でとくと見やしょ。I thought he's gonna break some bones. Oh, bye bye. Oop. Oh no. Let's go.Uh-oh, there's so many of them! Oh! Uh-oh, can they outrun them?Shopping!Oh, beautiful hair! Oh, for the tail!
Don't forget the tail care. Tail hair care. Uh-oh. There's more. ここと二手に分かれるか。明暗じゃが、ワッチにもっといい考えがある。What's her plan? ワッチが大通りに出て奴らを引きつける。その間に主がミローネ商会に。ちょっと待て。主じゃ。ワッチは堅牢を掘る。簡単には捕まりません。じゃが、主だけ捕まったとき、誰がミローネ商会と掛け合うんじゃ。おお。主の手の内はミローネ商会に知られておろう。敵方に寝返ってもいいのかと脅す以外なかろう。ダメだ。お前の耳と尻尾を見たら、メディオ商会はお前を絶対に教会に連れて行くぞ。それにたとえ捕まっても、一日くらいなら耳と尻尾は隠せる。おお。その間に助けに来てくれれ。お前な。主、金を稼いで店を持つんじゃろうが。主はワッチを不義理な狼にするつもりかや。バカ言うな。捕まれば殺されるんだ。釣り合うわけないだろう。Don't sacrifice yourself for me. Don't leave me. He's not gonna make it, right? Oh, he made it! Guys, retreat! Is Holo okay?騒ぎを聞きといった様子で連れられていく若い娘を見たと報告してきました。それが私の連れのホロです。So she's captured. ここに来られるようにと踊りになって。なるほど。しかし彼らは私たちがこちらと組んでメディオ紹介の邪魔をすることを防ぐためです。それはちょっとおかしい。What if you like he's not gonna help? どこがですか？落ち着いてください。何かがおかしい。我々はすでに銀貨を集めています。なのに、今ロレンスさんたちを人質にして何を阻止できるというのでしょう。Maybe it's for revenge. 我々が銀貨を集め始めたということは、この我々が把握しているということですよ。もしロレンスさんがどんな儲け話か言わずに、ただトレニー銀貨を集めてくれと言っているでしょう。しかし、そんな話で我が紹介が動くはずがない。はい。我々は必要な情報をすべて手に入れていますが、どうなろうと関係がないのです。No. こちらもかなりの金額を投資しています。そこから手に入る途方と、その二つを天秤にかければ。They're not gonna help. 私は紹介の利益を取ります。ですが、これはなんてことだ。Hello!Oh no, is she not coming back? 待ってください。ん？よほどお連れの方が大事と見えます。ですがそのせいで思考を鈍らせては本末転倒。あ、いえ。私も妻が同じ状況になれば落ち着いてはいられないかもしれません。それにしても変ですね。こちらがこのような判断をすることはあなた方を狙った。ならばあなた方が我々との交渉の材料になると思っているはずです。
What is it? 心当たりはありませんか? What threatened them? 我々が目の前にしている儲けていただきたい。まさか。ロレンスさん、心当たりがあるんですね? Huh?先ほど文が投げ込まれました。Letter. 一連の関係のものかと。狼と狼の住む森へ。どうぞ。Did he find out that she's a wolf? Oh, her hair. Right. 狼は預かった。教会の扉は常に開き、扉を閉じておけ。So she's caught. They found out that she's a wolf. 私の連れていた娘ホロは狼の化身なのです。Oh. Uh oh.Can she escape? Probably not. Do I know you? That's the end of the episode. Will they be able to save Holo? And the person who walked in, she seemed like she knows that person. So, are they gonna be saved or will they be betrayed? We will find out.But yeah, I thought she said that she could keep her ears and tail hidden for at least one day. They literally found out instantly. So, a bit disappointing. I thought they had time, but I guess not. Oh well, we'll see. Hopefully she'll be saved. I'm sure she'll be saved, but I hope that she doesn't get hurt in the process though. Like, they wouldn't torture her or anything. Or...set her up for like public execution or something, you know, because of the church not liking wolves and other gods. Yeah, we'll see. Hopefully Holo will be okay. So that guy's the end of the video. If you liked it, don't forget to like, subscribe and share. Early unedited videos will be up on Patreon and early edited videos will be up on YouTube membership. If you want to be my fan, the link will be in the description and comment section. Thank you so much for watching this with me, and I'll see you guys in the next one. Bye!